青番の3コーナーから4コーナーに向かうところ、4番の岡崎が正攻法誘導員と車間を空けて、この辺りは2番の竹澤の動向を警戒しています。見られて竹澤が動けるか。5番手からここで2番の竹澤が上昇、弾みをつけて、ここは一気に前を叩きに行きました。4番の岡崎を叩いていって、2番の竹澤が先頭に変わります。叩かれて4番の岡崎が現在は4番手なんですが、最後尾から6番松尾が切り替えて、ここは4番手を主張していくか。そしてここで踏んでいく4番の岡崎なんですが、水元とは呼吸がありません。中四国勢は連携が乱れて、4番の岡崎は短期での仕掛けとなっている。さあ2番の竹澤と4番の岡崎、竹澤が一射出しますでしょうか。この辺りはもがき合い。ここで4番の岡崎が先頭に変わる。2番手に収まったのが2番手の竹澤、この後ろには5番の松本竹が続いている。ただ内からもう一度抜けて、2番の竹澤、今度は5番の松本が離れました。あとは最後方から7番の水本が縦に切り替えてまくってきて、3番手2番手まで上がってまいりました。逃げる2番の竹澤、そして番手は4番の岡崎、まくってくる7番の水本で4コーナーから直線コース、外を通って7番の水本、水本最後は突っ込んだか。2レース